はいどうも、妖怪三国志国取りをず今回回っていきます。国取り戦でなんかリニューアルが情報が出てて、サンジャン更新、7月8日からね、前の生放送で言った通り国取り戦リニューアルに伴い以下の対応をしますと。対応内容が同盟ランクのリセット、これはいいね。今うち B4 かな、いいんじゃないかな。報酬もう一度もらえるっていうならなんか勝ちまくりたかったかなんてね。7月8日のメンテナンス中にリセットされますと。で、6月28日に全てのセッション終了時に、同盟ランク上位10同盟に同盟名の入った特別な勲章、いいね。なるほどね。同盟名は本告知公開時の名前が採用。なるほどね。はい、わかりました。京都イベントはいつなんだろうな。28、29からなのかな、28からなのかな、どうなんだろう、わかんない。6月下旬とはいつぞやって感じだけど、今回もね、ハイスコアチャレンジ後半戦やっていきます。前回ね、復刻獄宮で、これだっけな、これじゃねえな、魔王支援とね、支援を攻略しました。まあまあまあ、いつものね、感じで、今回は一三、まあね、今回自分は特に難しくなかったかな。で、後半戦でね、できることということで、獄宮ってのがね、あるんだよね。長宮ごと復帰。獄宮、そして復刻獄宮があって、で獄宮ね、行くにはね、今回ちょっと長宮ごとね、獄宮をやっていきたいと思います。ちょっとね、獄宮はもしかしたらね、クリアできてなかったら、乗せないかもしれないんだけど、獄宮ではね、超限界突破の書がゲットできるみたいなんで、やっていきたいと思います。一応ね、前回見たけど、固定差はね、7突です。不思議の声アタッカー、回避アップじわじわ回復いいよね。ホテイソンね使えそうなんですごいいいと思います。で報酬あれどこに魔王支援書いてあるのかな、ちょっと書いてないんだけど、もうやっちゃおう。こっちの方が分かりやすいんだよな。ミッションホテイソン仲間にしよう。あとあれだよな、グレードこか。ちょっと雨がね、雨がちょっとね、誤算だったんだよね。前回前半戦は1000晴れたんだね。819位だったんだ。一応今回ね、1000以内に入れれば、超限界突破の書が1個はゲットできるので、まあ1000以内に入れば、2凸は確定かな。1個もうあるんでね、超限界突破ね。というわけで、お結構もう溜まってきたな。見ていきましょう。176位は変わらずに、ごめんなさい、もう一回報酬見ると、ハイスコアじゃねえや、なんだっけ、1000以内に入れば、超限界突破の書が1個もらえる。500位から750位の間でも1個、500位内で2個か。まあ、自分はね、ちょっと500以内までの実力は多分ないと思うので、まあ、1個もらえればいいかなって感じで、気楽にやっていこうと思います。このね、ドロップイベントってね、ほんとね、未確定だからね、ダメなんだよね。そして、小水札はね、これも750以内に自分入れないので、まあ、200枚、前回は1020位ぐらいだったんだけど、この200枚をゲットでいいかなって感じかな。到達スコアはね、ポイントは稼ぎやすいと思うので、今回、行きたいな。小生札まで行きたいな。あ、でも神経験値玉群馬神も欲しいな。育てるの大変だもんね。ということで、まあ少しね、ブーストも上げつつ、後半戦も頑張っていきたいと思います。まあね、この容器の数の詳細を見れば分かりやすい。これが一番分かりやすい。ホテイソンはね、上級5で5回ドロップ、長級5で10回ドロップ、極級でも10回ドロップということで、まあ自分は7凸してるんで、あと3回なんだよね。そして、10個で1個、
あれでも支援はそうだよね。で支援は超限界突破にしてるからもう落ちないんでね俺ね。そして魔王支援は7凸だからあと5回落ちると、そんな感じで本当はね、さっき前回の動画でも言ったんだけど支援の雨で周回本当はしようと思ってたんだよね。だから予定は狂っちゃった。はい、そして特超限界突破の章が今20個あるから2回落ちるってことでね。うん、まあ前回大黒天で落ちなかったんであんまり期待しないかな。うん、1個落ちたら超ラッキーっていう気分でいきたいと思います。まあでもねこれも容器を集めるほどまあドロップ確率アップするんで頑張りたいかね。はい、じゃあやっていきましょう。じゃあ超級ね、とりあえず5まで進めたいと思います。なんか相手がね海馬とかで面白い感じなんだよね。うん、はい、そしたらね超級5やっていきます。まあ1、2も面白い相手だったね。3もからホテイソンで、4からね海馬プラスホテイソン、うん、だったんだけどね。超級後はね、まあ、ルールはね、4種族と S ランク、まあ、1体も倒されずにとかあるんだけどね。人気妖怪はデカニャン、しばらくさ、まあ、こんな感じなんだろうな。群馬神もこんな感じか。うん、というわけでこんなメンバーにしました。一応ねノルカソルカ海馬に一応強いんで、まあ、せっかくなんで入れました。でこの中でまあどうだろうね、難解がまあヒットポイント残り50でじわじわダメージとかくるんで、うん、まあ最初にぶっ倒しちゃおうかなっていうね。ぶつかりで、あとはねこいつらかな、ぶつかりで倒したいのね。うん、力揚力ダウンがある。そしてこっちも力揚力ダウン、これバトル開始だねということだけど、まあこれでいってみましょう。群馬神はね、うん、まあバキバキにつけて大凶じゃんで回復しながら、まあ、一体も倒れずにクリアしたいなと。まあデカニャン入れてねポイントアップかな。うん、まあねこれ式の相手で苦戦する我々チームではなかったか。今回やっぱな勇ましい効いてるからな。あ、バタン級対策しときゃよかったな。あ、これで、ノルカソルカいいね。あ、これでさよならだ。いい感じだね。一応、超級後でまだあとね、3体ドロップする可能性があるんで、うん、あやかりたい。さあ、ラストは、ポジションあんま良くないな。よいしょ。うん。アルノリンの場所は良かったね。まあ、1万ちょいぐらいだとね、本当に今回は、特に気にすることもないかな。ホテイソン一応氷が苦手だからねあれなんだけど、まあこれぐらいのヒットポイントならね特に気にせずに普通にやっちゃっていいのかな。まあね一体も倒されずにクリアなんで、まあ自分は後列好きなんで、ね、後列をうまく使いつつ、ドロップはなかったけど、まあね、この時短チケットもねゲットできましたんで、容器もね3個ゲットできまして、いい感じだね。1万点はいきました。はい、極級が追加されたんで見ていきましょうか。188、あらあら追加されてますね。はい、こんな感じで、なるほど、ちょっとねメンバー組んでみましょうか。はい、そしたらね今回やっていきましょう。ソルカは苦手が火なんで、ここはレッド J の方がいいかなと思いつつも、アルノリンでいっちゃいます。でウィスパーはねじわじわあるのと隠れちゃうんで、群馬神は一応こんな感じでセットされてんのか。まあできたらレッド J の方が良さそうだな。うん、そして
固定損はヒットポイント22,000、いろいろなんない。耐震上セットした妖怪からのダメージ増加は変わらず。そして弁慶ね、弁慶も硬いよね。弁慶は風が苦手。うん、あ違った、氷だったね。うん、まあまあヘッカーニャンが近くにいると。そしてソルカはね、水が苦手なんで一応袋を入れました。うん、これでどうしようかな。レッドジェイにした方がいいのか、ワルノリン。ちょっとねニョロロンたちが近くにいるからね、ちょっと嫌なんだけど、レッドジェイにした方がいいのかな。まあでもレベル74のワルノリンだから、まあちょっとこれにしちゃおうかなと思います。で我々のチームはこんな感じ。ぶつかり野郎が左に2体、3体かで、耐震時セットして真ん中のデカニャンに入れてます。まあダメージアップになるからね。そんで大凶ちゃんで空泣きで回復で、これでいこうかなと。うん、こんな感じでいきましょうか。はい、ちょっとワルノリンが心配だなーっていう感じなんだけど、うまくやっていきたいと思います。で、表助っ人は力アップでいきます。満タンにして GO で大凶ちゃんをセットしましょうと。まあね、 A ランク2体っていうのはちょっとまた次の機会でやりましょう。なんか一気に終わっちゃいそうだったんで、やっぱちょっとワルノリンが危ないな。ワルノリンピンチ回復。はい、ソルカもさよなら。弁慶ってでもすごいよね、潜在能力でアイテムドロップあるんだよね。正直弁慶欲しい。ちょっとなるほど、倒すのギリギリになりそうだな。回復じわじわは効く。回復が激しいからな、良い取り付く打ち消しがも使った方がいいかも。回復そんなに、回復妖怪入れて良い取り付く打ち消した方がいいかな。ワルノリン下がれ、あー間に合わなかった。ちょっとワルノリンに やられちゃったんでミッションはね低いんだけど、とりあえず極球倒しましたね。あとは A ランク2体か。今回はちょっと簡単だろうな、勇ましと。これちょっとスコアがどうなの、一体も倒されずにクリア点ちょっとならなかったんだけど、まあ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 、ということで今回は楽ちんだな。ちょっと A ランク2体っていうのはね、ちょっとまた別の動画でやりたいと思います。うん、レッドジェイの方がよかったかな。人気の妖怪はこんな感じ。うん、今回でもねトパニャン使えないパターンだね。うん、回復2体パターンかな、またな。はい、じゃあこんな感じで一応極級とね上級、超級か、上級5をクリアしていきました。まあねデカニャン使わなくていい方がポイントいいのかな、どうなんだろう。まあちょっとデカニャン使う縛りを使っちゃったんだけど、まあもっとね勇ましとか豪傑は強い妖怪いるんでね。うん、今回はうんやりやすかったかな。はい、なんか弁慶すげえ欲しい。この潜在能力めっちゃいい。アイテムドロップ 25%、 すごいね弁慶。弁慶がすげえ欲しくなった。はい、じゃあすいません、今回は極級後超級後攻略やってきました。 A ランクね、 A ランクはちょっとぼちぼちやりたいと思います。はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。そしたらねこの超限界突破の書、うん、落ちましたらねコメントなどで教えてください。それではいつまでかな、残り4日間引き継ぎ頑張っていきましょう。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。